今日のセイアンチューンの動画は、来ましたね。こちらです。詳細見ましょうか。全然なんか、いい画面じゃねえな。もっとこう、華やかな画面が。はぁ！びっくりした。なんか落ちた今。ドッペルゲンガーや。というわけで、鋼の錬金術師パズル&ドラゴンコラボー。すごいよね。強いんですよね。とりあえず、ほら、エゾとかアルとか、ロイ・マスタング、キング・ブラッド・レイ、ウェンリー、ここら辺は星が低いのかな？金の玉になります。星6を基本的に出せばもう、良き良きって感じなんですけども、エドがとりあえず強い。HP50% キープで、なんかもう、軽減かかるんでしょ？強いよ！エド欲しいです。で、なんか、ランク50以上1回タラで回せるんですけど、回した結果、金の玉。で、僕元から石35個持ってて回したんですけど、全部金の玉。というわけで、ちょっと、大人の力を使って回していこうと思います。課金！錬金術使っていい？錬金！はい、85個増えました。では回していきましょう。え、もう、エイド出るまでやっていいですか？いや、強いね。エイドほんと強いよね。あ、もうほら、こういう感じで、ほら、やっぱなんかもうダメなんだよ、俺は。可愛いからいいけど。ウィンディー。ハガレンの最後の漫画の見た？あの、エイドが、俺の人生半分やるから、お前の人生半分くれ。いや、私の人生全部あげるわ、みたいな。いいよね。え、ほんと、ダイヤ、もうダイヤ出ればもう嬉しいもんね。今回に関しては。あれ、桐崎ユージみたいになっちゃった。これも究極進化するんだもんね、星6は。する。ほうほうほう。なるほど。進化すると増えるのかな？うん、なんか、うん。いや、でも、俺はもうエドだけ狙っていきます。すごいね、これね、やっぱ金6連続とかなるとさ、ほんともうなんか心がすされそうやな。でも銀ないんだよね。銀がない。金かダイヤしかないんで、もう1か×かみたいなところです。ダイヤが出ればもういいのが出るの確定なんで、なんとか大差すごいよね。あれだ、ブラッドレイがティティスにみんな苦しむじゃないですか。ソティスにみんな苦しむじゃないですか。ソティスがなんか20万以上吸収っつって、吸収向こうがないと今のトップはするとか難しいって言われてたんですけど、それがね、なんだっけ、15万4発4発、確か4発5発みたいな感じで、もう完全にソティスキラーみたいな感じになってるんで、なんかすごい殺意がいっぱいですみたいなことが書いてありました。ほら、こう言ってる間にどんどんダイエ、ほら、もうね、やばいでしょ。ちょっと空気が重くなってきましたよ。5000円で何個3つでしょ。ってことで俺ここから一気に、やっぱこんなことって今でもかっこいいよね。ずっとこうやって目見えなくなってた。そうそう、肩上に向かってた。親燃えちゃう。親燃えちゃう。いいな、漫画見直したいな。なんか女の子がキメラになるところが怖すぎてさ。あれですね、犬になるやつ。そう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 。どこやった、君のような勘のいいガキは嫌いだ。めっちゃ好きやん俺。めっちゃ好きやん。おお、ブラッドレイ。ほら、すごいんですよ。敵1体に15万の固定ダメージ5回。5回もするんだね。すごいね、これ。5回ってことは、75万。すごいな。ただ細かいからね。いやー、エドが出ないな。はい。まだ、回し足りないということですね。いきます。出るの？久しぶりになんかこう心躍るガサな気がするわ。渋いのー。渋いのー。ちょっと助けて。あるがいい。あるがいいの？あるね。持ってるし。おー、確かに確かに。読むの中に。
やばい、マジ出ないよ。実写化するんだよね。そう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 。で、出る人グラトニー。いや、渋いぞ。1万円で今2個。やばい。10万とか、10万とか出してくるね、サムネイルで。10万課金して、大爆死。やばーい。嫌な予感がするんだけど、今回。うわ。はぁ、では回していきましょう。また錬金術を使ってしまいました。ノーモーション錬金。はぁ、なんかやっぱ、あれだよ、多分、この人は課金するから、避けときゃいいんだよ、みたいな。え、やばい。ちょっと、待ってよ、楽しくなってきたぜ、これ。え、やば、もう1万5000でしょ。やばいって、もう Nintendo 3D 製レール買えるやん。ラスト。お願い、そろそろ2万円で普通やっぱ相場だと思うんだよね、これは。この玉座2万円で相場だと思うんだよ。え、マジ怖いよ、俺だって根こそぎ持ってかれちゃうよ、このままだと。うわあ、いやいや、おっ、おっ、おい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 、いや、それにしても破産する、破産する、本当お願い。だってさ、なんでそもそもだってダイヤが出ないんだよ。ダイヤは出るけど出ないみたいなパターンもあるけどさ、そもそもダイヤ自体が出ないんだよね。お願いよ。いい。やばいよ。うわあ、まあ、欲しいところではあるよね。すごいな、マジでこれ。いやー、いやいやいや、だって俺こんだけやっても2人にたどり着いてないわけよ。まあでもダイヤは出たからね。うん、ちょっと前向きに考えよう。ダイヤは出たから。いや、でも多分もう1個出る気がするんだよな、今回は。さすがに嘘でーす。やべ、もうすぐ30分経つよ、回し始めて。やべ、なくなっちゃった錬金。だって出ないんだもん。全然やるね。おじさんしか出ないよ、もう。わお、ラスト。え、ねえ、難易度使いたいよー。